おはようございます。2013年7月1日月曜日6時5分になりました、月曜日になりましたね。月曜日になりましたねというか7月になりましたね、もう早いもので後半に入りました。今年も2013年、ということで、まあね、夏もいよいよ本番になってきたというか、まあ、なんかね、夏というかなんか不思議な、もう本当にその熱帯の亜熱帯みたいな気候になって、日本の四季みたいなのがちょっとねなくなり、四季というより二季みたいな、もう夏と冬しかないみたいな感じになりつつありますけども、さてどうでしょうか。ですね、今日は日経 IT ブログからピックアップしていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちら。マイクロソフト、広告非表示の学校向け検索サービス、Bing for Schools を発表。これはですね、アメリカだけなんですけども、日本ではまだやってないんですけれども、マイクロソフトがやってる検索サービスですね、Bing っていうのありますけれども、それがですね、まあ、要はこれは Google でも Yahoo でも同じですけども、広告がいろいろこうくっついてますよね。で、まあ、ただそれをですね、その学校教育で使うっていうのは果たしてどうなのよっていう問題は確かにあるわけですよ。そこにそのいろんな広告が出てくるわけですから、そのコンピューターの授業とかそういう情報の授業でこう Google 検索の使い方とか教えても、ついついその、Google 検索した結果っていうのを横にあるその広告にね目が行ってしまって、でそこをクリックしてその広告の方を見に行ってしまうみたいなね、授業中にそんなことをしてしまう可能性もあるわけですよ。でまたそこからねいろいろ購買につながるように、まあ当然それを考えてコンテンツを作る企業の方は作ってるわけですから、それはどうなのっていう話が確かにあるんですね。だからそこでそのマイクロソフトは学校向けに、その広告を表示しないものを提供すると。でさらにですね、プライバシー保護機能を強化して、でそのアダルト系のサイトとか、あるいはちょっと、危ない思想がこう載ってるようなサイトとか、そういったところに行かないようにブロックするように、したサービスまでくっつけてですね、これなんと無償で提供するというふうにこうしてるんですね。で、これをなぜこう無償提供するのかっていうところがポイントだと思うんですよね。で、当然その広告ビジネスで儲けてるわけですから、こんなのを無償提供したら完全にこれはマイクロソフトのコストになるわけですよ、学校で使う分ね。でところがですね、これは短期的な利益を考えてるんじゃなくて、10年20年先のことを考えてるわけですね。というのはこれは K12 向けっていうのは、要は幼稚園から高校、日本でいう高校ですね、に向けて、これサービスを開始するわけですけれども、そうするとですね、その間に、子どもたちがマイクロソフトの検索の使い方を覚えていくわけですよ。でそれに慣れ親しんでいくと、その後もですね、ずっとこの Bing を使ってもらう可能性というか確率はすごく高くなるわけですね。この頃にやっぱり習得した使い方っていうのは非常にその体に染み付いていくわけなんで、その途中から Google だの Yahoo だの検索を使うのかってやっぱり使いにくいわけですよね。でその間に使い方を覚えてもらって、でもってこう社会人になってからもずっとこうマイクロソフトの検索を使ってもらおうということが一番ベースの狙いでもあるわけですよね。で
こういうその学校への無償提供っていうのをいろいろやる中においては、やっぱりその企業のイメージ広告、イメージ戦略だとか、それからいわゆるロックインって言われてるもので、それに使い方を慣れ親しんでしまうと、他のものを使うってやっぱりやりにくくなるんですよ。で、その結果、そのサービスなり、その、商品なりをずっと使い続けるということになるわけですね。だから、学校で今って、そのワードとか、エクセルとか、パワーポイントとか教えてますけども、高校とかでね。それはある意味、マイクロソフトの戦略にも乗っかっちゃってしまったわけであって、そこでその使い方を覚えると、当然社会人になってからそれ使えるのが当たり前でしょ、みたいな、ことになってくるし、で、他のビジネスがもう今更こう入ってくるって、非常に難しくなってますよね。それと、それでどんどんこう過去の資産も蓄積されていく。まあ、そういうのと同じように、こういうものも、だん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 これからですね、その、小学校、中学校、高校といったところをでいかにこう使ってもらうかっていうのがすごく重要なところになっているので、これからこういうことは資本のあるところはだんだんこの戦略になってくるんじゃないかなというか、もうなってるんですけどね、そういう風になってきて、なかなかこのねインターフェースっていうので使い慣れてしまうと、やっぱりなかなか他のにね移るというのは大変なので、ちょっとこれはね、いいか悪いか微妙ですけれども、まあただ学校側としては運営は助かりますよね。広告なしでとか、そのフィルタリングをしてくれる、そのアダルトサイトとかのフィルタリングをしてくれるものを無償で提供してくれるとなると、まあ確かに飛びつく学校はいっぱいあるのかなという気がします。さて、そんなところでもう6時14分になりました。今日から7月です。新たな1週間であり、今年の後半戦ということで頑張っていきましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。